はい、どうも、ゆうねいです。はい、こちら、わらじ虫の飼育ケース。もはやダンゴムシの飼育ケースは家なぎほどにわらじ虫によって占拠されてしまいました。はぁ、畜生。いやーね、まあ、こんなはずじゃなかったのに。珍しい色の個体がいますね。ね、まあ一応ダンゴムシの生き残りはね、まあ、集めて飼育しております。本当かわいそうな真似をしてしまいました。貧乏系。まあ現在6匹。もう去年まではまあ多分数百匹ぐらいいたと思うのに、言ってももう生まれたての時点なら1000、もうほんとこの私のね、チャンネルで一番の人気のあのダンゴムシの子供たち、ダンゴムシの出産シーンのあの動画からね、丸々1年ぐらい経ちましたけども、まさか1年でこんなことになるとは思ってもいませんでしたよ。この飼育は完全に失敗だったな。少なくともダンゴムシとワラジムシをね、まあ、共生させるという企画においては失敗と言えるでしょう。はあ。まあこれからね、ダンゴムシやワラジムシを飼育される方に一言言いたいのは、ね、少しでもダンゴムシやワラジムシのことを思うならね、もうこの2種類は混ぜちゃダメです。うん、まあ結果としてダンゴムシ数千匹の命をね奪うのと同等の行為をこの私はこの1年でしてしまったということになります。もう300回前の祝いの時になんてこと言ってるんだって話ですけどね。まあそれが現実というものなのでね。はあ、畜生、ね。少なくとも晩年においても100匹ぐらいはいたはずなのに、もうたったの6匹。はあ、まあちなみにね、今回与えている餌は卵の殻と、まあ食べてるの殻じゃなくて膜でしょうけど、と白身です。卵の白身、もうえげつない数が集まっておりますよ。まあタンパク質が豊富な餌です。まあ長らくね、タンパク質を含まないね、人参やらいりごまやらばっかり与えてたので、もうほんと大人気。まあちなみに卵の殻もね、カルシウム、卵の殻の膜にもね、タンパク質は含まれてるんでしょうかね。非常に多く群がっております。この子珍しい。この画面中央のオレンジの個体は珍しい色です。あいつらの子供か。まあなんでダンゴムシ、まあね、この私のこの、まあダンゴムシ大量虐殺のね、まあ失敗を踏まえて、まあ鑑みるに、まあダンゴムシとワラジムシの大きな違いっていうのはその外見だけじゃなくて、その繁殖スピードと成長速度ですね。多分
まあ同時期に生まれたダンゴムシとワラジムシを別個に買って育てるとか、そういう企画をね、まあやれればよかったのですが、まあそこまで回る頭でもなく、普通にみんなで仲良くね、ワイワイとね、モットーに一緒にしてたらこのありさまでしたよ。はあ、まあね、ダンゴムシが大人になるのにどのぐらいの年月がかかるのかはまた後日調べるとしますが、確か1年でだいたい、まあ4年、だいたい1年で大人と同じぐらいの大きさになるという記載をね、どこかの本で読んだことがあります。まあ対してワラジムシはその日じゃない速度で成長してる気がしますね。まあその考えられる要因としてはね、まあこの柔らかい体でしょうね。まあダンゴムシはね、本当鉄壁とも言えるね、硬い外骨格を作るのに、まあカルシウムやカルシウムとかを消費するんでしょうね、余計に。まあ、ですがワラジムシはそんなことをする必要はありません。まあヤワでもね、ヤワでもその足の速度で逃げ切る戦法に、まあ、移行したようなもんですからね。まあですから、まあ、外骨格の構築に使う分の栄養を成長に回せるから、まあ、彼らの成長速度は速いと。まあそして繁殖速度もね、繁殖力も旺盛ですから、ダンゴムシより一度につき何匹生まれるのかについても調べたいところですが、まあたとえ生まれる数が同じでも成長する速度は断然ワラジムシの方がね、この私の推測通りならね、ワラジムシの方が断然上ということになるので、多分間違いないかと。まあダンゴムシに比べてでね、アリとかにやられる可能性も多いでしょうし、まあそうした中でね、子孫を残すには、まあやはり多めに産んで早く大きくなってというサイクルをね、生み出す方がないですから、まあ加点がいくんですよね。まあそれでも自然界でダンゴムシとワラジムシのね、数のバランスが取れているのは、まあダンゴムシはそもそも生まれる数が少ないか成長速度が遅いかによって天敵に食われる、天敵に食われるし大人に行き着くのは少ない。まあでもってワラジムシはというと、生まれる数は多いけども、もうやられる、生まれる数が多くて成長速度も速いけども、もうやられる数が多いと。まあそういうわけで数の調整が取れてるんだと私は思います。まあ決してね、この私のね、勝手な推測なので、まあこれは鵜呑みにしないようにしていただけたらなと思っております。まあ決してね、まあ私に悪意があったわけではね、もう今更ながら、まあ、言い訳させてもらうとね、ないわけですし、まあ彼らを大切に思っていたのはね、まあこうやって口で言ってるだけじゃ伝わらないとは思いますが、事実です。まあですがね、まあ愛だけじゃね、まあ生き残らせてやれないことがね、今回の件で、今回というかこの飼育で分かりましたね。はあ、まあ皆さんはね、この私と同じ鉄を踏まないように、まあ決してね、ダンゴムシとワラジムシをね、まあ長期にわたって一緒に飼わないように、まあご注意のほどお願いします。にしても美味しそうに食べますね。もう美味しそうつうか、もうほんと集合体恐怖症の方のために閲覧注意ってつけておくべきでしょうか。昔はこの中にダンゴムシも加わっていたのにな。
はい、まあ幽霊の反省会でした。それではまた。